夢があるな。西岡さん何歳ですか。何分かと思う。それキャバクラでするような会話。56。え、55にしか見えんな。いっぱい取っとかんと次25年ですよ。25年だったら90だった。いや、ぜひお願いします。もうやばいやばい。でも20年後やけん次はエンジン出してないかな。モーターかな。タイヤついとんかな。マジで浮いとんやないかな。ドローンレス。ドローンレス。あ、DJ 加藤さん、どうぞ。 DJ さっき知らんかった。優勝の西岡選手、おめでとうございます。はい、ありがとうございます。久しぶりの優勝だと思いますが、どんな気持ちですか。もうここへ出すことは二度とないと思うんですけど、今日はほんまに良かったです。復活の回しがなかったって感じですが、一言コメントお願いします。カートやり始めて30年経つと思うんですけど、ここ瀬戸内に来て、今まで晴れドライで1回とレイの時1回1になって、それから多分20何年ぶりの1番だと思います。ほんまに嬉しいです。ありがとうございました。おめでとうございます。優勝の西岡選手でした。拍手をお願いします。2番の岡田選手、おめでとうございます。ありがとうございます。久しぶりの表彰台ですが、どんな気持ちですか。まあ1番の壁が高いなと正直思ってるんで、まあ次取れるように頑張りたいです。今日のレースを振り返ってどう思います。そうですね、1番の西岡選手がやっぱすごい速かったんで、食らいついていくのにちょっと必死で、まあそれにちょっとでも食らいつけたんで、それは成果かなと思うんで、次回はまあ追い越せるように頑張っていくんで、またよろしくお願いします。無駄の森田選手でした。拍手をお願いします。おめでとうございます。3番の赤野選手、おめでとうございます。ありがとうございます。今日は難しいところで新米レースだったんだけど、どうだったんですか。一周タイトラが遅すぎましたね。けど、まあ、ポジティブに、後ろから順番に上がってこれたんで良かったです。また次も頑張ってください。一言コメントお願いします。お疲れ様でした。西岡さん、おめでとうございます。次12月は、アイランドなんで、ケントさんももっとたくさん来るはずです。徳島も来るはずです。他からも来てくれるように声かけますんで、みんなでレースしましょう。以上です。3番の赤野選手でした。拍手お願いします。カメラを後ろの方、前の方へとかない。もうこれは西岡さんにぶっかけないかんので。いや、もうにちゃにちゃにしましょう。で、にちゃにちゃレーシングスーツを見て、あ、俺今日買ったよ。そう、そうですね。思いながら選択する。確か、いきますよ、いきますよ。ぶっかけです。そのタオルございます。あのタオルを解かない。めちゃめちゃのタオル。